キッシワあるいは、南馬バキッシワは、アスカ時代の豪族。キッシは元来、古代朝鮮における、主張、族長を意味する語による、継承であり、転じて、聖や死になったものである。南馬バキシ三宅キッシ草壁キッなどがあり、本拠地は、摂津国島毛群岸部村。新先生四六、摂津国公別によると、キッシは、南馬バイミキ祖、 大美子命の後なりとなっており、一族は外交事務で多く活躍している。日本初期巻、第22によると、水古天皇5年11月に、白木に派遣されたとあるのが、名前の書室である。この2年前、595年に、将軍党、畜士より至る。とあり、これは巻、第21にある591年の則リオマ大友喰い。 カツラギガラスナララを大将軍として、ミマナ復興のために、畜死に派遣していた2万の軍を呼び戻したことを示している。翌599年4月、シラギより帰国して、カササギ2羽を献上した。つがいは、南馬車で飼育され、木の枝に巣を作って、幸運だという。これと関係があるのかどうかは不明だが、同年8月にシラギは、クジャク1羽を蜜にのぼした。さらに、 その次の年の9月には、くだらは、ラクダ1匹、ロウ1頭、羊2頭、白い生地を1羽蜜ぎのぼした。これらの動物は、589年に中国を統一した隋によってもたらされたものであろうと、直木孝次郎は述べている。三国式によると、くだらは、隋建国の581年から死者を送っており、白木も594年に隋から、 上海府落老軍行進羅王にをせられている。水古天皇8年、白木と美真奈が戦争をし、大和政権からの援軍が送られ、白木が美真奈の長を献上する、という形で決着がついた。その20年ほどの地のことである。水古天皇31年7月、白木が美真奈を攻撃し、服属させた。大和政権は半島へ派兵しようとしたが、新朝論が勝利し、 岩金は一族の騎士総家と共に門赤士として、白木、美真股両国へ派遣された。岩金が白木担当で、暮らしたが三股担当であった。この時に岩金らが白木に渡る際に出迎えの船に三股側の船がないことを尋ねたため、白木側は三股用の船を追加した、という。時の白木王はまっら王であったが、8人の大部を派遣して、 白木国内のことを岩金に伝えた。そして約束して言うには、美真名は小規国なれども天皇の不要なり、何ぞ白木長くありむや、常の間に間に内観か,かと定め、願わくは反復こと、むけむわけ、宇治谷武し白木は生土新一をいを岩金に美真名人たちならま土を暮らしたにつけてよこした。そして岩金は蔵家と合流し、白木、 ミマナ両国の長を受け取った。しかし、岩金らがまだ帰国する前に、大和政権は、境辺の雄馬とも、中富の国子の両名を対象軍とする、進む白木軍が派遣されてしまった。この時、岩金らは風を待って出港しようと港に集まっていたが、両国の使いはこの様子を冒険し、愕然とした。そこで代役を立てて、ミマナの蝶の使いとして、 逃げ帰ってしまった。岩金は、軍を起こすことは、先の約束とは違う。これでは、美馬菜のことは、またうまくいくまいと倉カと語り合ったという。二人はその年の11月に帰国し、この時のありさまを、大臣の曽が馬子に詳しく報告した。その時孫は、開し期かな。早く死を、検視することと言ったと伝えられる。この軍事行動は、 大和政権内部の対立をあらわにしたものであり、これによりしばらく続いた白木との前輪外交も崩れ去った。それから19年後、草壁騎士岩金という男が初期巻期第24に登場する。除明天皇が崩御し、皇后の宝王女が即位したが、この年、九だらから帰国したばかりの安住の蓮平府が畜紫国から早うまで駆けつけ、 くだらが長子を派遣してきたので、随業してきたと報告した。その際に、くだらで内紛が起きていることを伝えたため、2月に、平ラと、草壁キッシ和金と、大和の綾文の与えいを、くだらの長子のところに派遣し、議事を即位後のくだら国内の様子を尋ねさせた、とある。この草壁キッシ和金も、実は、キッシ和金と同一人物ではないか、とも言われている。 初期巻期、第14には、推定454年、安康天皇の時に、大草か王子に準じた南馬騎士日、高賀の子孫に、有力天皇が推定470年に、大草か武騎士の姿勢を授けた、という記事が見える。ただし、同一人物だとするとかなりの老齢になる。ありがとうございます。